皆さんこんにちは。株式会社リンクロノバの長野正樹です。今回もお得な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。ハッピーチャンネル。普通のエアコンと寒冷地仕様のエアコン、どっちがいいですかって聞かれることが多くあります。違いがわからないと購入するときに確かに迷いますよね。購入の参考にと違いについて今回ご説明していきます。リンクロノバ。寒冷地仕様のエアコンは簡単にまとめると、暖房能力がパワフルで、霜や雪、凍結の対策が取られているものになります。室内機は一般のエアコンと寒冷地仕様のエアコンは一緒です。違いは室外機にあります。室外機がパワフルっていうことになります。一般エアコンよりパワフルなポイントを3つご紹介します。リンクロノバ。パワフルなコンプレッサー。寒冷地の場合、一般地より外気温が低くなります。冷媒をよりパワフルに圧縮しないと素早くお部屋を温められないので、寒冷地仕様のエアコンのコンプレッサーはより強力なんです。寒冷地仕様のエアコンを選ぶ目安としては、最低気温がマイナス10度以下になる地域と考えていただくと良いでしょう。リンクロノバ。パワフルな熱交換器。熱交換器は、室内機に取り込んだ空気を冷たくしたり暖かくしたりするパーツです。寒冷地の冷たい外気からより多くの熱を集めるために、熱交換器の表面積を大きくしたり増やしたりと各メーカーが工夫をしております。リンクロノバ。雪や霜、凍結対策。凍結防止ヒーターがドレンパンに搭載されていたり、運転していない時でもパンが自動的に完結運転をして雪の吹き込みを軽減したりと、寒冷地ならではの雪対策、凍結対策といった工夫が凝らされております。昨年も多かった霜取り運転で暖房が停止するといったことが改善されます。リンクロノバ。寒冷地用エアコンを一般地で使うと暖房の効きが良くなるのですが、一般地のご使用をお考えの場合は寒冷地用エアコンを選ぶ必要は全くありません。パワフルな分、やはり一般地用よりも高額になるためです。ただ、東北地方、あとはですね、北陸、甲信越などの頻繁に霜取りで停止してしまう地域や、どうしても、より暖房性能を求めてしまう方というのは、ご購入を検討されてもいいと思います。その時は、ぜひ、当社にお問い合わせください。